こんにちは、土の子です。さあミートピア続きやっていきましょう。さて今日来たのはキュアマリン土の子、めっちゃ可愛い。タタラ、タタラだよ、タタラが来たの。レベル29ぐらいを目指してくださいって言ってたな。だからね、レベル26から29ぐらいを連れてくる感じ。今どうなってたっけ。あ、レベル24か。29ぐらいにしていきましょうかね。じゃあね、まずはマリーちゃんから。大魔王の隠れ、どうだ、どう、来い。超魔天狼か、ダメだ。さてキュアマリンにはどこでしょう。どうしよう、ショーがさらわれたんだよ。どこだ、ガラパス島か。大魔王の隠し部屋なんだよ。お、ミートピアの宝箱500個以上開けようがクリアされました。よし、クリアしちゃいました。さてじゃあレベル26から9ぐらいまでの間を残しておこうか。あ、ヘラクレス土の子にしよう。ヘラクレス土の子が27、これいいね。オッケー、早く名が貴婦人出てくれるといいな。さあ今日来たのは魔法戦士土の子ブルース。ブルースが来たよ。まったく、聞いてくれる？セイラが道に迷ったんだよ。さあどこだろう、頼む、魔王、魔王の隠し部屋、魔王の隠し部屋来い。あー雪山でした。ミノタウロスみたいなやつだね。あれ待って、セイラタウロス、これ僕出会ってないっすね。セイラタウロス、やった久しぶりになんか埋まった、ありがてー。セーラータウロス埋まりました。もう一回チェックしてみるか。確かに出会ってないねこれ。あとね、リザード赤いゴーレム、スノー金のゴーレムで目が貴婦人かな。え、ちょっと待って、死んじゃやだよ。あ、やばい、危ねえ強い、やるじゃん、なかなか強いっすね。はいよ、やりました。レベル30だからかな、今まで出会わなかった敵と会えたのは。魔法戦士土の子、これだからやめられないよ。1万もらいました。ちょっと見てみよう、あと何体か。ネズミさ、僕青いネズミとかも戦ってるんだけど、見るとネズミ戦ってないのかな。ちょっと見てみよう記録。あ、待って、残り4種類じゃない ?1、2、3、4、え、残り4種類になってんじゃん。待って、ネズミ倒してる114ネズミ。え、待って、名が貴婦人112だよね。はい、メガ貴婦人ダメでした。はい、ネズミもやっぱりダメでした。え、待って、残り4だよ。199、あ、リザード五条マン倒してるわ五条先生のやつ、リザード五条マン倒してる。あとは、あ、赤いゴーレムが残ってる、赤いゴーレムが残って、残りは金、あー、金の丸々ゴーレム、ゴーレムが全部残ってるね。じゃあスノー丸々は倒したのか。233スノーマークこれ倒してたみたい思いのほか残り4個だったな。だから、名が貴婦人、ネズミ、赤いゴーレム、金のゴーレム、残りはこの4体でございます。名が貴婦人とネズミきつすぎません？おかしいな、僕あの青いさネズミとかすげえレアなやつは倒してんのに、脇にネズミ出てきてないねこれは。
いやー困りますね、本当に。どうしましょうか、本当。ネズミどこいんの、マジで。なんで出てこない、ここまで。困っちゃうね。思いのほか進みはしたけどね。さあ今回来るのは最近 TV の最近です。おい、すげえ土の子来たな。ギラギラ土の子。そしてマリーちゃん、行きましょう。どこだ、超魔天狼。はい、何遍も超魔天狼だな。さて、セイキンさんはどこへ連れてってくれるんでしょうか。今書いてる小説にね、ガラパス島が出てくるんだ。ガラパス島か、しかも取材か。音とか匂いも覚えてきてねっつった。ひでえな。怪物をやっつけてくれたおかげで楽にたどり着けたよ。怖いな、目が。セイキンさんのお願い叶えました。締め切りに間に合ったよ。セイキンさんを仲間にしました。さて、今日の旅人の街は神獣土の子、かっけえ。しずえさんも来た。しずえさん、どこに連れてってくれますか。ダメだ、つまらない、いい相手が思いつかない。町作ってんのかな、島を。え、大魔王の隠し部屋、ちょっと待って、これ来たかもしんない。よし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 、これ来たぞ、多分。28の大魔王の隠し部屋、やばい、これは絶対逃しちゃダメだ。ようやく来たかも。いや、久しぶり、大魔王の隠し部屋。ここ、ここ、そこそこそこ。よし、ちょっと全部全部場所行きましょう。メガ貴婦人に会うために、すべての場所行くぞ。レベルもバッチリだし、これはちょっと絶対下から行こう。メガ貴婦人頼むぜ。メガ貴婦人に会いたいんだ、僕は。こんなのじゃない、メガ貴婦人に会わせてくれ、頼む。ずーっと探してるんだよ、何十回やったことかも。さあ来い。やっと会えた。どんだけ時間かかった、これに。本当にね、リアル時間にめちゃめちゃかかるから、地味にね、なんだっけ、イビルパンジー、イビルパンジーじゃない、パンジーの涙より時間かかったね、本当に。ようやくね、みんなからもう答えを教えてもらって、レベル26から29のレベルの中で大魔王の隠し部屋にしか出ないっていう、これがね、この名画貴婦人が、出会えるのが確定イベントがあるんだけど、そこで、ルートを間違えてね、出会ってないと、こんだけ大変なことになりますから。ようやく会えたよ、マジで。さあ、瞬殺しよう。ごめんね、名画貴婦人。すげえ会いたかったんだけど、もういいわ。一瞬で、一瞬で倒した。やっと出会えた。今日やってよかった、マジで。どんだけ時間かかったんだよ、ほんと。ずーっと低レベルでね、固定されてたからね。ただネズミもまだいないんだよね。やりました、メガ貴婦人。やったもうじっくり見ちゃおう、みんなと。いやー、どんだけ大変だった、マジ、こいつに会うのに。あー、よかった、よかった、よかった。これで一旦低レベルから卒業するか。ちょっとやりすぎたから。もうコメントでね、もうしっかり書いてくれてんだよね、ないやつ。ネタを探してしまう。何になるんですか。あらー、しずえちゃんスライムになっちゃいました。じゃあ、さよなら。
やるじゃん。僕の攻撃を耐えるなんてなかなかですよ。潰れちゃった。かわいいね。やった。これで残り3体だね。ゴーレム系、赤いゴーレム、金のゴーレム、ネズミ、青いネズミとかね倒してんだよね、不思議なことに。その両脇にいるっていう噂なんだけど。いやー厳しいぜ。いやーでもようやくようやく来たわ。本当に情報をくれた皆様方ありがとうございました。名画求人はようやく倒すことができました。倒すっていうか出会えることだね。しずちゃんを仲間にしとこう。このアイデアはいける。はい、それじゃあね、久しぶりにみんなのねミーを見ていきたいと思います。さあまずはレミディア・スカーレットさんですね。おすすめはユカリンです。どれどれ見ていこうか。ヒカキンやオンニさん、あ、やろうとかうまいね。さあ見てないの。あら、ヘカーティアってなんだろう。すげえ、なにこれ。あ、トラさんとかゲットしてるね。あ、ドルフ、おいおい、やばいやばいやばい。見なかったことにしよう。ハゲゴーダだけじゃ、あ、ハゲさすな。陽気だ。あら、ツチノコソレンイキナ、なに、どういうこと。ソレンイキナって何？緑になっちゃってる。ハゲ親父、もうハゲにするの好きなんだから。本当にすごい、東方好きなんだね。東方キャラがいっぱい。あ、これか。ユカリンがおすすめ。かわいい。ユカリン、ユカリンもらっとくか。確かにかわいかった。なんかドナルド、なんかなんで綺麗にしてんので、僕は、おじいちゃんになってました。土の子おじいちゃんになっちゃった。はい、ありがとうございました。9歳になりました。作ってください。土の子さんも作りました。マシュマロさん、これね合ってると思うんだけど、使えませんなってるね。もしかしたらあれかの、オンラインが切れちゃったかな、残念。長井くんですね。次は土の子作りました。これめちゃめちゃ作ってくれたやつだね、の続編。さあ何を作ってくれたんでしょう。猫のりは多分もらってくれたやつだよね。土の子さん、土見ちゃん、サンダース土の子、あ、ちょっといいね。ミニオン土の子、あ、いいですね。どっちもらおうかな。サンダース土の子かっこいいじゃん。ありがとう、作ってくれて。またさあ次はカジさんかな。ミートピアで土の子さん作りました、見てくださいということで見てみましょう。これあれだね、自分で作ってる感じだね。ここまでは作ってるやつで、こっからがもらったやつかな。さあ僕はどんなになってるでしょうか。これは普通の僕ですね。さあどうだ、土の子さん、むなんかめっちゃ気合い入ってる土の子を描いてくれましたね。あの帽子がチロルチョコみたいでちょっとお腹すきました。ありがとうございます。はい、ということでようやくね名画貴婦人をゲットしまして、次回からはね新しく、ゴーレム系狙っていきたいかなと思います。よかったらまた次も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。